宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆうです。本日のテーマは繊細さん HSP のすごい能力についてです。 HSP とは、非常に感受性が強くて敏感な気質を持った人のことを指します。例えば怒ってる人とか悲しんでる人とかモヤモヤしてる人がいた時に、それをいち早く察知しちゃったりします。具体的には空気を深く読んだり、外部からの刺激、例えば音であったりとか香りであったり、そういった外部からの刺激に敏感だったり、あと周りの人の影響を受けやすかったり、あと共感しやすかったり。これは共感しやすいっていうのは、友達から例えば人間関係の相談を受けた時とかに、もうその人の問題を自分が抱えてるかのように同じように落ち込んだりとか怒ったりする。でそれの具合がこの HSP じゃない人よりもすごく深いので、共感力がすごく強い、あとは自己否定が強いっていう特徴があります。でこれは個人差によって全然その繊細のレベルも違うので、人それぞれになります。はい、それでは HSP さんのすごいところについてです。もうなんといってもチャネリング能力がすごいっていうことになります。さっきも説明した通り、こんな感じで怒ってる人、悲しんでる人、モヤモヤしてる人っていうのにいち早く気づけるっていうのは、実際にこのまとってるその気とかをこう感じ取りやすいんですよね。で直感も鋭かったりするのは、第六感がすごくこう発達してるような特徴があるからです。あとはこうやっぱり察知能力が高いので、相手がどういうふうに思ってるのかであったりとか、あ悲しんでるなとか、あとはこういう時こうしてほしいんだろうなっていうのがもうすごく分かっちゃうので、なのでほとんどの方はそう分かりすぎるから、相手のことを思って自分がどうこうっていうよりも相手が喜ぶようなことをされる方が多いんじゃないかなと思います。なので超優しい方多いと思います。で、細かいところ、さっき言った通り、すいません前後しちゃってたんですけど、直感が鋭いっていうのは、第六感がすごく活性化してあったりするので、直感が鋭かったりします。あと、といっても、その例えば HSP じゃない人が直感が鋭くないっていうわけでは全然ないので、感じ取りやすいっていうだけですね。あとは細かいところまで気づける、敏感だからこそ、いろんなことに気になるからこそ細かいところまで気づけるっていうような特徴もあります。本当にすごいんですよ。だからやっぱそこの HSP っていうのを理解して、自分の個性を受け入れて、それを生かそうと思ったらどれだけでも生かせるので、本当にいろいろ学んでほしいなと思いますし、おすすめの本が、2つあって、まず繊細さんの本、これは武田さんが書かれてあるやつですね。私もこの武田さんの本を読んだことがきっかけで HSP についていろいろ学ぶことができました。あとは大木幸乃さんの繊細さんは宇宙に愛されエスパー、これについてもすごく分かりやすく説明してあって、特にこのチャネリング能力であったり、直感が鋭いとか、そういった第、六感の活性化とか拡大の仕方、意識の拡大の仕方とか、そういったことに関して詳しく書かれてあるので、これもすごく分かりやすくていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いては HSP さんの取説についてです。まず第一に、自分に優しい言葉をかけるです。で私もそうだったんですけど、周りに怒ってる人とかイライラしてる人を見ると、もう無意識に、あ、私なんか悪いことしたかなっていうのをすごく思ってたんですよね。で、なんか私悪いみたいな、どうしようどうしようみたいな感じでいつもおどおどしてたし、なんか自分を責めてたりとかもしてるので、そういったのが結構多いんじゃないかなと思います。なのできっと自分に対しても厳しい言葉をたくさんかけてると思うので、もう大丈夫大丈夫とか、ヘマしても、うん大丈夫っていう風に優しい言葉をかけてもらえたらなと思います。で
自分自身がこう元気じゃないと、そのドヨーンとした空気はとかヘトヘト、なんかもう他の人の気をいろいろもらって、あの疲れやすいんですよね。あの繊細すぎるから消耗も激しいので、そういった場合はあの自分がヘトヘトになってると周りの人たちにも悪影響が及ぼされるので、まずは自分自身を大切にすることで周りにとってもいい影響を与えられると思うので、ぜひ1をやってほしいなと思います。次に2番目、自分の心地いい空間を確保する。あのすごい繊細なので、近くに変な人とか自分に合わない人が入っちゃうとすごく乱れちゃうんですよね。である程度自分のテリトリーっていうのを持っといた方が、あとできるだけ距離感をある程度空ける、で心を許してる人を入れるっていう風にしておくことで、本当に無駄な消耗は減らせます。例えばそれは誰かと会ったりとか遊ぶっていうことでも、自分例えばそう4人で遊ぶ時も、もし1人が自分が合わないなって思う人が いたら、それはもうちょっとキャンセルしたりとか、ちょっと距離を置いたりとか、時間を短くしたりとか、いろいろ方法はあると思うので、テリトリーを確保するっていうのを意識してもらえたらなと思います。あと3番目、あえて空気を読まない。これについてはもう空気が読めちゃうし、あの相手がどうしてほしいっていうのもすごくわかるんですよね。あ、きっとこうしてほしいんだろうな、こういう時にこういう返答をしてほしいんだろうなっていうのがすごくわかると思うので、そういう時はもうこれあえて空気を読まずに、今の自分はどうしたいって問いかけてほしいなと思います。わ、きっとこの相手の人はこうしてほしいんだろうなっていうのが分かったとしても、え、今の私はどうしたいのって聞いた時に、いや、うんって言いたくないって思ったなら、うんって言わないとか、まあ、ちっちゃいことなんですけど、そういうふうに空気を読まずに自分がどうしたいのかっていうのをに目を向けるとだいぶ楽になっていくと思います。で、4番目、心を許せる人に相談する。あのこれってあの繊細さんとか HSP さんはもう本当に深いところまで読み取っちゃうので、あの余計なことを考えすぎてることも多いんですよね。なので他の人は気にしてないことをめちゃくちゃ気にしてたりとかするので、で最初はその誰彼構わず相談するっていうこと自体が多分得意ではないと思うので、まずは心を許せる人に、ね、こういう時どうしてるって質問したら、意外とえ、そんなの全然気にしなくていいよとか、え、こういう風に対応したらっていう、あの自分からするとびっくりするような、そのなんかそうなのみたいなことが聞けると思うので、ぜひ相談してもらえたらなと思います。5番目、しっかり体を休める。これは本当にいろんなものをこう敏感に反応しちゃうので、あの他の方よりもすっごいエネルギー消耗が激しいんですよね。なのでしっかり体を休める時間を作ってもらえたらなと思います。で、以上が、以上が HSP さんの取説になります。で、これは私自身がこうやった方がいいなとか思う内容になるので、これ以外にもあの自分でいろいろ、あ、こうやったらいいなとか、あ、これは取り入れたいけどこれはやめとこうとか、自分なりの取説を作ってもらえると、よりあの自分の生活に合った内容になるんじゃないかなと思います。以上で今日の動画を終わります。ありがとうございます。